特別なルールをくれます。ドリーミWe'll be right back.
少しお前街に合わなきゃ俺はピエロにも会えない。カバンさん、これから始まりの前に全て高生に送ろうと思ったんですけど、今日来てるみんなに送りたいと思う曲があります。クラウディハート。
だけを愛してた。クラウディーハート、傷つけてばかりだったけど、クラウディーハート、お前だけを愛してた。3回目っていうことで、もうファミリーまだ早いかな。そんな残念な顔しないで、3回目ミヤロクバンドも来てまして、そんなことない。すいません、あのね、今日は誰特別な日に送るっていう、特別の日っていうとなんですけど、まあ私のバースデーっていうことで、一応バースデーライブも兼ねてやってますんでね、今日は本当にみんなと、これ涙が出るやつ、差し替えますけど、一応38歳になりました。本当にありがとうございます。次の曲いけねえぜ、これちょっと、これちょっとお返してもらいます。茶番は終わりでいいですか。茶番は、ということで、もう言うことも、忘れちゃった。来月来月9月2日の群馬テレビのカラちゃん、また、もう収録済んでるんですけど見てください。見られる人は9月2日金曜日の9時です。結果は言いません。で、10月15日は、土曜日なんで、暇があったら、イカホの千人ロックのボーカル枠でちょっと入りましたんで、
そこ30名だったんですかね、そこで、ちょっとやりますんで。あとメンバーの方告知、いや、いいんですね、いいのね、いいのね。28日ダイバーリンドバーグの、コピーバンドということで、マッツンのバンド、この3人、私はちょっとこちらになるんですけどね、リンドバーグのライブがあるということでコピーのね、よかったら来てもらえればと思います。もういきます。じゃあなんていうんだったか忘れちゃった。俺がちょっと待ってね、ここ脱ぐとこだった、熱くてごめんなさい。下はちょっと脱げないですけどね、俺が、すごく大事にしている、曲を送りたいと思います。8ビートの曲送ります。エンジェル。Let's go.
疲れてるんでね。いやー今日暑いっすね。今日1週間前だと雨の予報だったんですけど、さすが晴れ男。ありがとうございます。初めて見ました。で、よかった、本当に。これが俺の、いや今日晴れるってずっと知ってたけど、1週間前から、天気予報今日雨だったんだ、そんな夜にもう最後の曲になるんですけどね、早いですけど最後の曲になります。サマーゲー初めてじゃねえかな。本当に感謝してます。ありがとうございます。ミラクルの本当黄色い声援なんてないですよね。本当感謝してます。ありがとうございます。まあちょっと名残惜しいんですけどね、最後のアンコールいただきましたんで、ちょっと最後は、ボーイの曲で締めたいと思います。みんなに送りたいと思います。Only you.
花束も。